皆様こんばんは。よくそ渡辺フラームさんの遊び場へ。この番組はリスナーさんが考えたお題で遊んだり、気になるラジオ番組の企画を TTP 徹底的にパクったりしながらですね、普段ラジオではできない遊びをみんなで遊んでいきましょうというツイキャスラジオ番組でございます。終わりましたね、ハイキューが、少年ジャンプで8年連載が続きました。今の20代前半の子たちがアニメ好き、腐女子に、なったきっかけになった作品だったんじゃないでしょうかね。ハイキュー次に終わってしまいまして、私ずっとね、やっぱ今週はやっぱ鋼の錬金術師の最終回の時に雑誌が売り切れて、あれ最終回なのに雑誌出てないじゃんみたいな感じで、ちょっとこう社会現象になって、次の週も鋼の錬金術師の最終回だけ掲載されて、プラスで2回掲載されたんですよ。で、やっぱ発行部数×鋼の錬金術師分、赤になって、鋼の錬金術師の最終回ってむちゃくちゃ雑誌的には赤字やったらしいんですけどそれをね、やっぱ配給でね、少年ジャンプという日本で一番発行されてる週刊誌でやってほしかったんですけどね。やっぱチラチラとコンビニとかも夜見に行ったんですけど、まずジャンプはありましたね。残念ですけど、残念ではないんですけどね。まあこの配給の終わりがね、また何か新しい始まりになりますので、これからの少年ジャンプもね、私は応援していきたいと思います。アニコさんからもお茶バッグ100いただきました、ありがとうございます。今週はご安全にいただいております。先週はね、機材トラブルがありまして、本当に皆さんにご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。これで機材がダメだったらもうパソコンのせいなのでね、ちょっともう泣いちゃうな。そんなわけで本日も参りましょう。レッツむさびば、渡辺フラームさんの遊び場。ラジオ好きのラジオ好きによるラジオ好きキャス、リスナーさんが考えた企画で遊んだり、気になるラジオ番組の企画を徹底的にパクったり、番組への参加方法はツイッターでハッシュタグむさびばをつけてツイートするだけで OK。 リスナーさん企画で遊び場、レッツ旋風寺マイトさんスペシャル。さあ、こちらのコーナーではリスナーさんが考えた企画でみんなで遊んでみようというリスナーさんにおんぶに抱っこなコーナーでございます。企画が採用されたりですね、遊び上手なコメントをくれた方には番組特製の遊び上手ステッカーをプレゼントしております。さあ、今回のお題はですね、レッツ旋風寺マイトさんごっこのコーナーでございます。リスナーさん全員でラジオネームレッツ旋風寺マイトさんになりきる、ぽく水木奈々さんがやってるスマギャンの、コーナーのように、嬉しいとか笑ったとか怒ったとか悲しいとかはてなとかびっくりとかジーンをテーマにメールを送ってもらうコーナーでございます。ラジオネームレッツ旋風寺マイトさんからいただきました。これはもうかっこ本物ですね。私何を送ったらいいのかさっぱりわからないのですが、多分他のリスナーさんの皆さんが私になりきって極悪非道な内容を送り倒してくれると思いますので、楽しみに待とうと思います。唯一嬉しい話をあげるならば、私の担当であるナムコプロのアイドル三浦あずさの誕生日が昨日だったということで、ぜひよろしければムサさんもお祝いしてあげてくださいねということで偽物じゃないのって本物でさえ歌いますか、みんなでね、ハッピーバースデー。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。それともマリリン・モンローが歌うちょっとセクシーなハッピーバースデーのやつ歌う。ハッピーバースデー、Do you? ハッピーバースデー、Do you? ハッピーバースデー、ハッピーハッピーバースデー to you。 バーうーわーおー、ということでケーキの火がついてますので、じゃあ代表して、担当のマイツさん、マイツさんどうぞ火消して、火ふーって、火マイツさん火ふーって、ふー本物ないし偽物の皆さん、このケーキの火をふーってふーふーってみんなでふーってみんなみんなふーってみんなふーってみんなでふっふってふっふっ、あ、マイトさん来たコラボ許可、あ、マイトさん来た、もしもーし、もしもーし、もしもーし、あ、
聞こえますか。お誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕じゃないですけど。あ、まあ、あの、まあ、いっぱいいじって、楽しんでください。楽しんでください。レッツ旋風島いつさんでした。来週の遊びは、伝説の木の下で待ってますっぽいラブレターをみんなで書いて、遊びましょう。EMM さん、伝説の木の下でナッパが待つね。ドーン！ここが伝説の木の下か。こいつはいいや。体がスイスイ動き上がる。ピーピーうるせえひよこたちに、ひょっくら伝説の木の下で告白でもしてやると、するかなと。告白するサイヤ人は必要ない。ベッベジータードーン！みたいなね。コーナーの後半、レッツ旋風島いつさんの影薄かったですけど、以上、レッツ旋風島いつさんのコーナーでした。渡辺フラワーさんの遊びパ TDP のコーナー。こちらのコーナーでは、皆様が大好きなラジオのコーナーを TDP 徹底的にパクらせていただき、勝手に盛り上がっちゃおうというコーナーでございます。もちろん本家様には最大級の感謝の気持ちを忘れずに、ぜひ皆様本家様も聞いていただきたいと思います。本日 TTP させていただきます番組は ABC ラジオ翔平吉也の土曜日も全開のコーナー、どっちがそそるでしょうを TTP させていただきます。皆様からいただいたテーマに沿ってゲストさんとトーク対決、どちらがそそられたかをリスナーさんにジャッジしていただきます。ということで、これどうします？レッツ旋風島さん一緒にやる？こちらラジオネームカブトンさんからいただきました。ラーメンは太麺がいいか細麺かいいが、どっちかを議論してくださいということで、断然太麺か細麺派ですでね。細麺派ですでね。細麺のおすすめのラーメンありますか？ずっと前から好きだったラーメン屋があるんですけども、はい、ついこの間潰れました。ついこの間潰れました。太麺のおすすめをね、僕もしていきたいと思うんですけども、今日電話するかもしれないって言ってるんで、うん、ここでもう一人、うん、今日のゲストに、はい、太麺の美味しいお店を今から喋ってもらいますんで。はい、電話する、電話しますね、だけ言ってるんで。もしもし。もしもし。もしもし？はい。魂レッドさんですか？魂レッドです。そこら辺の何かしらを守るため、どことの方からやってきて、正義の議論、魂レッドです。あのですね、レッドさん。はい。なんか好きな太麺のラーメンとかあります？はいはい、好きな太麺のラーメン。家系ラーメン。ああ、家系の何とかありますか？家系の豚骨醤油のラーメンが好きです。どんなとこが好きですか？どんなところ、まあ、コクがあって、僕を包み込んでくれるような、芳醇な味わい。ちょっと後半から何言ってるか分かんなかったんですけど。僕を包み込んでくれる。あ、そこが一番分かんないです。はい。その、繰り返していただいたとこが一番分かんないんです。どういうこと、すいません、ちょっと流れがよく分かってないんですけど、どういうこと。あ、じゃあラーメン、レッツさんラーメンとか好きかなと思って聞きまして、ありがとうございます。いただけるんですか？何ですか？いただけるか。ちょっと電波がちょっと悪いですね。またちょっとかけ直しますというわけで、皆さんお聞きいただけましたでしょうか。太麺は、家系のラーメンが、美味しいと。で、対するは細麺の、レッツ旋風島いつさんがおすすめする今は亡き神虎さあ、皆さんどちらがそそられたか、どちらがそそられましたかというお話でございますけど、これを皆さんにジャッジしていただくコーナーですよねこのコーナーって合ってる？ニコさんコーナーの扱い方合ってる？あ、マイツさんの勝ち。あ、アナベラツジョコさん、マイツさんの勝ち。お、細麺、もう食べられないと思うと余計食べたくなるというのは省略して、まべまおさん。あ、細麺が今入ってる。あ、おやじさんは太麺派かなーっていうことで。松尾さんも気にはなった。ということで。細麺の方がちょっと人気ですね。細麺勝ちということで、じゃあ、この勝負は、レッツ旋風島いつさんの今は亡き細麺、神虎の勝利でございます。ということで、あ、ゆうせさとさん、歯応えね、細麺が好きですということで、細麺、あ、みんなやっぱ細麺好きなんですね。
ということで、じゃあ、勝利したレッツさん、ブージマイツさんにはですね、敗者である魂レッツさんから、じゃあ、サイン、色紙でも僕いただいてきてお送りしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。魂レッツさんの好きなラーメン屋を書いた色紙をお送りしますね。じゃあ、食わず嫌い王みたいな色紙を。じゃあそれを見ているかいらないかを一旦置いといて、それを見に行ってよかったら、おすすめじゃない太麺の店に一回行ってみていただけたらと思います。ありがとうございます。マイスさん、また入ってきていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまた引き続きよかったらリスナーで参加していただけたらと思います。はいはい、皆さん、レッツ千本にマイスさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あれなんですよ、はい、まだ多分レッツさん気づいてないかもしれないんですけど、これちょっとツイキャスで配信してまして、はい、気づいてるわ気づいてるわ。これツイキャス配信、電話かけてくるときは絶対なんかおかしい。ツイキャス配信してるんで、なんか最後に魂レッツをして、リスナーの皆さんにメッセージあれば。はい、ダイエット成功しました。 63.8 キロから 55.6 キロになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげです。あ、お疲れです。お疲れ様でした。さよなら。すごいですね。リスナーの皆さんに何か一言メッセージをって言って、ダイエットが成功したことを告知して帰るヒーローってのもね、いろいろやってるはずなんですけどね。マグマさんっていうね、アニソンシンガーの方と一緒に、架空のアニソンシンガーの方と一緒にね、YouTube やったりとか。土曜日ライブもあるの、レッドさん。土曜のライブの話とかしてよ。リボン、死にたいんじゃなくて生まれ変わりたいな。さあ、そんなわけで本日もそろそろお別れの時間でございます。ということで、皆様本日も、最後までご拝聴いただきありがとうございました。ムサビバでは、皆様からのたくさんのリクエストをお待ちしております。宛先は番組公式ツイッターアカウントムサビバをフォローしていただき、 DM をそちらに送っていただくだけで、参加できます。感想などはですね、ハッシュタグムサビバ、ムサカタカナひらがなビバ、ムサビバをつけてツイートしていただけたら、僕がですね、後から見てふふいいねと思っていいねを押させていただけますので、ぜひ皆様つぶやいていただけたらと思います。親父アットマーク頑張らないさんからもお茶爆100いただきました。ありがとうございます。こんな何本あってもいいですからね。今週は無事故で終了ですかね。まあ、今週は全体的に放送の内容が事故ってた感じはありましたけどね。ゆうせい佐藤さん、包み込まれた1時間でしたね。そうですね、これはもう料理で言うなら小籠包ですね。小籠包は心、心は魂レッド、魂レッドは小籠包ということで、痩せておめでとうございます。魂レッドさん、ただいま、YouTube などいっぱいやってますので、そちらも皆さんよかったらチェックしてあげてください。こちらの番組ではですね、企画が採用されたり、遊び上手なコメントをくれたりしてきてくれた方には遊び上手ステッカーをプレゼントさせていただいております。そしてお茶爆100、いやお茶爆500を投げてくれた方には遊ばせ上手ステッカーをプレゼントしております。ありがたいことにですね、遊ばせ上手ステッカーの方も今、在庫がステッカーがなくなってしまいまして、ただいま、急いで発注中でございます。発注中でございますのでですね、遊びステッカーもまた発注しておいた方がいいな。これステッカーの減りがすごいね。ステッカーの減りがすごいし、機材は壊れるし、なかなかに大変ですけど、皆さんからお茶箱でですね、ステッカーをまた追加したり、機材を新しく買い替えたりなどなどいっぱいできておりますので、本当に皆さん支えていただいてありがとうございます。ちゃんとお茶箱のね、選手のお礼も頑張ってキツネ丼作りますので、皆さんちょっとだけもうちょっとお待ちくださいね。ステッカーももうちょっとお待ちください。今作ってますので、はい、資金なんです。はい、でもすごい楽しませていただいてますのでね、でもステッカーなかなか辛く辛くできないですよね。そうなのよ。まあでもね、みんなそんな遊んでいただいてますので、ね、どんどんステッカーを作ってまた遊んでいただけたらと思います。それではまた来週も皆さん遊びに来てください。お相手は渡辺フラワーのベースムサでした。どうもありがとうございました。